こんにちは、ロペルンです。今回はこちらトンボ鉛筆のモノワークを紹介していこうと思います。こちらはトンボ鉛筆から最近発売となったシャーペンで、なんと芯径が 1.3 ミリなんですよね。少し前に小学校でのシャーペン禁止やどうたらこうたらっていう動画を出したんですけども、この 1.3 ミリっていう芯径がまさに小学生におすすめのシャーペンなんじゃないかなと思ったんで、気になったんで買ってまいりました。ちなみにね、初回限定のリミテッドエディションのね、フルマットブラックっていうのを買ったということでね、早速紹介していこうと思います。こちらの発売日は2024年の9月25日。お値段は594円なんですけども、こちらの限定モデルだけ792円となっております。芯径は 1.3 ミリで、回芯が8本入りで220円となっております。カラーリングはモノカラー、スモーク、ホワイト、グリーン、ピンクとなっておりまして、今回のやつは発売記念の初回限定モデルということで、このようなフルブラックっていう限定カラーが発売されました。トンボ鉛筆初の 1.3 ミリのシャーペンということで、マークシートやメモやアイデアの書き留めに最適なシャーペンらしいです。じゃあ早速開けていこうと思います。はい、というわけでこんな感じとなっております。全長は約 14.9 センチ、太さを約 1.2 センチ、重さを約 13.5 グラムとなっております。まあ、今回のモノワークっていうのが前から発売されているモノグラフとね、結構似たような形状となっているんですけども、モノグラフに関してはグラフって名前がついているので 4mm のガイドパイプで、一応製図用っぽい、厳密に言うと一般筆記用なんですけども、そういうフォルムになっているんですけども、まあ、今回のやつは製図用要素が全くないということで、モノグラフっぽい形状なんだけど、まあ、1.3 ミリのラフに使っていけるシャーペンみたいな感じとなっております。13.5 グラムということでかなり軽いですね。全身プラスチック製となっていて、なかなか扱いやすいんじゃないかなと思います。太さも 1.2 センチということで、少し太めで持ちやすくてホールド感があるなと感じました。口金はこのような形状となっていて、 1.3 ミリということでかなりごついですよね。この口金は金属製になっておりまして、今回限定モデルということでマットな塗装がされていてかっこいいですね。チャックは金属製になっていてかなりしっかりとしております。そしてこちらがグリップですね。グリップはラバーグリップになっていて、ノンスリップラバーグリップっていうのが採用されております。真ん中の部分が少しへこんでいる形状となっていて、なかなかフィットして持ちやすいですね。非常に滑りにくいですし、そこそこ太さがあるので、しっかりと握ることができるんじゃないかなと思います。非常に持ちやすいです。そしてここには 1.3 ミリメカニカルペンシルと書いてあります。そしてこちらがクリップと思いきや、クリップではなくて、こういう感じのね、形状となっております。ノックする際、ここをスライドしてノックするっていうのはモノグラフと変わりないんですけども、今回のモノワークはクリップがついていなくて、このような出っ張りになっているんですよね。なので転がったとしても、しっかりこんな感じでストッパーになってくれるっていうのはいいポイントですし、あんまりこういう 1.3 ミリのマークシートで使うシャーペンっていうのを考えると、あんまりクリップは必要ないんじゃないかなと思ってね、まあ、クリップがない方が当たらなくて済むので非常にいいんじゃないかなと思います。さっきも言ったんですけども、こんな感じでノックするということで、ノック感は結構しっかりとしていますね。出っ張りがちっちゃいので少しノックしづらいっていうのはあるかもしれないんですけども、金属チャックでなかなか剛性感がある作りとなっているので、非常にいいノック感なんじゃないかなと感じました。細かくここの部分をマットブラックになっているっていうのもいいポイントです。で、ここにはトンボモノワークのロゴが入っています。この軸もサラサラとしたね、手触りで落ち着いたデザインですね。そしてここの部分は回すと消しゴムになっておりまして、まあ、ここに関してはモノグラフと変わりないですね。回すとこんな感じで消しゴムが出てくるので、書いて消したい場合はひっくり返してすぐ消すことができるということで、便利なんじゃないかなと思います。シャーペンの消しゴムってあんまり使われない傾向にあるんですけども、この消しゴムに関してはモノの消しゴムとなっているので、綺麗に消すことができます。シャーペンの消しゴムあんまり使わないっていう方にとってもね、非常に使いやすいやつなんじゃないかなとも思いますし、替えの消しゴムも別途販売されております。で、ここの部分を引っこ抜く
くと新タンクになっておりまして、こっから芯を補充する形となっております。はい、というわけでね、大体こんな感じということで実際に書いていこうと思います。まあ 1.3mm のシャーペンということで、マークシートによく使われると思うので、実際に塗りつぶしていきましょうか。はい、というわけでこんな感じですね。書き心地はめちゃくちゃ良いですね。まあ、株が金属ジャックで口金も金属製なんで、まあ、そこそこ低重心な感じで全体的にしっかりとした作りになっているので、筆記中の振動も全くなくて非常に書きやすかったですね。 1.3mm なんでマークシートの効率が本当に高くて、すぐにサッとね塗りつぶすことができるので、これはめちゃくちゃいいなと感じました。まあ、いろんな太芯のシャーペンってのが今の時代めっちゃあると思うんですけども、このモノワークに関してはなかなかいいシャーペンなんじゃないかなと思いました。マークシートだけではなくて速記にもおすすめですし、シャーペンに慣れていない小学生とかにとっても非常に便利なシャーペンなんじゃないかなと思います。まあ、1.3mm なんで少し太いんじゃないかなっていう方もいらっしゃると思うんですけども、まあ小学生のうちはシャーペン慣れていない時にとってはなかなかちょうどいい神経なんじゃないかなと思います。まあ、この 1.3mm に慣れたら 0.9mm にしてみたりとか、例えば 0.7 にしてみたりっていうね、だんだんね神経を細くしていってシャーペンに慣れていくっていうのが大事なんじゃないかなと思うので、まあマークシートだけではなくて、アイデアの書き留めであったり速記であったり、あとはまあ小学生のねシャーペンになれるためのね第一歩として使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。まあマークシートだけではないということで、非常にオールマイティにラフに使っていける、書きやすいし便利でね、非常にいいシャーペンだったんじゃないかなと思うので、最近発売されたモノワークでございました。はい、というわけで以上となります。今回は最近発売されたトンボ鉛筆のモノワークをレビューしました。非常にいいシャーペンですね。 1.3mm でこんなにもね幅広い使い方ができるっていうのもありますし、まあモノならではのねこの回すと出てくる消しゴムっていうのも便利だと思いますし、本当にね便利に使っていくっていうのをね第一に考えた素晴らしいシャーペンなんじゃないかなと思ったんで、おすすめですね。というわけで以上となります。皆さんチャンネル登録と高評価の方ぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。